広告で見つけた大砲で敵を倒しまくるゲーム、小さい弾丸を当てまくるゲームと思いきや、スーパーレーザーありました。破壊力やばそうだな。インフィニティキャノン。ステージに、最初のスキルはナパーム、ダメージが残るみたいだぜ。まあまあ遠くに投げることができます。そして赤い円を展開して、そこにやってきた敵に持続ダメージを与えて倒す。リロードスピード遅いから、どんどん敵が近づいてくるぜ。ナパームだけだとさすがに辛い。ロケットが来ました。ロケットは爆発するぜ。ロケットのがリロード早いので、これで近づいてくる敵もなんとかなりますよ。盾持ちのでかい敵が来たぜ。ロケットがあるので、抗います。スーパーレーザー獲得。今回は大きな武器ばっかだな。そして四つ目の武器は隕石。ちまちまミサイルで削っていくより、でかい武器でドカドカいった方が強いのでは？見た目派手になるけど強さはわからないぜ。攻撃の隙間を通り抜けて、敵がどんどん近づいてきてしまいました。接触されるとダメージ受けるぜ。お、盾持ちの前に小さな敵がいますが、レーザーくらい。レーザー見た目の割に、レベル上げないと威力低いぜ。サポートスキルが3つ、ここはヘルスにしておきましょうか。おらー。盾持ちの敵をぶっ倒すと、残念外れ、コイン、回復のハート、宝箱のどれかを落とすぜ。宝箱が欲しかったですね。ようやくここで、ダメージアップのサポートスキル、攻撃の隙が多い武器ばっかだから、なるべく一撃で倒したいぜ。ボスは上のオレンジゲージマックスで登場します。ここでリロード時間のサポートスキル。大きい武器はリロード時間がとにかく長いので、助かります。敵めっちゃ溢れてきたぜ。大丈夫、こちらの武器は、ほとんどが範囲攻撃なので、密集されてもなんとかなりますよ。ロケットだけやたらレベル高くなってるな。大きい武器だと、おそらくロケットが最強かも。ナパームと隕石はどこ行くかわからないから、ロケット使い勝手いいぜ。レーザーはレベル上げると一気に強くなりますが、強くなるまで上げないといけないのが弱い。レベル低いと派手なだけだぜ。敵の色が、また変わりました。バトルが進むにつれて、敵も強化されてるみたいだな。それでも、こっちの強化スピードは負けてないので、ガリガリ倒していけますよ。そろそろオレンジゲージ満タンになるぜ。ということは、ボスバトル。来ました、ボス。このボスは、緑色の大きなスライム、小さなスライムをたくさん出してきたぜ。こいつらを倒してもボスにダメージ入らないので、大きなスライムに直接攻撃しなくてはいけません。ロケットの爆発で小さなスライムは一撃だな。ちゃんとレベル上げしたおかげです。でも、ボスにロケットは届かないぜ。なので、レーザーをしっかり当てていきましょう。ボス割と動くから、外しまくってるぜ。動くことも考慮しないとですね。おらー。ステディー、クリア。